階段アミーゴ。来ました、はい、青木ヶ原樹海でございます。入ってきちゃいましたね。はい、まさかのそこで階段をやらせていただきます。はい、ですね、まあその普段ですね、はい、まあ、テレビ番組だったり、まあ、何だったりで階段を、まあ、喋らせていただく機会がございましてですね、はい、そうなってくると、まあ、仲間とかお知り合いの方からこんな話あったよ、あんな話あるよ、情報が集まってくる、いただくんですけども、先日なんですけども、はい、まあ、僕普段お笑いの方の劇場とかも出ておりましてですね、はいはいはい、まあ、俗に出待ちというですね、はい、出演者の通用口の外で、まあ、声かけてくださるお客さんとかって結構いらっしゃるんですよ。ファンの方が、はい、でその中の方で、もう40過ぎぐらい の女性の方でよく来てくださる方なんですけども、はい、まあ、娘さんがいらっしゃるんですよ。でちょっと亜美さんに相談があるの、亜美さんだからこその相談があるのって言われまして、どうしたんですかって話を聞いたら、最近、はい、娘へ写真を撮ろうと思うと、はい、いつもおかしいと、はい、今デジカメとかで例えばじゃあ写真撮ろうってなると勝手に顔認証してくれてピントが合うみたいなのあるじゃないですか。四角いやつだと、はい、うちの娘なんだけどね、うん、いつも顔認証が何個か出る、なかなか合わないと。で、マジっすかと。で、まあ、亜美さんこういうのやってるからと思って、なんでなのか聞こうと思って言われたんです。いや、でも僕正直そういうのはちょっと正直わかんないんですけど、みたいな話になって、心当たりとか全然ないですかみたいな話したら、一個だけすごい心当たりがあって。で、まあ、娘さん今高校生なんですけども、はい、少し前に、同級生の仲良し3人と、まあ、合計4人です。4人でちょっと日帰りで海に遊びに行くみたいな機会があったらしいんですね、うんうんうん、でまあその娘さんの方も、まあ、僕の笑いライブそのお母さんと2人で来てくれたりっていう、うんうん、ああ娘さんなんだって僕も想像できるんですけども、まあ、その子が、まあ、友達と4人で海に行ったって時があって、で今携帯とかでビデオ通話というかその内側カメラで自分を映して相手を見ながら今来てますみたいなできるじゃないですか、はい、テレビ電話みたいな。ああそうですそうです、うん、なんかその、まあ、お母さんとそんぐらい仲いいので、うん、海に行ってからその海に来ましたみたいな電話がかかってきたんです、うんうんうん、でそのビデオ通話でかかってきて、うん、お母さんがパッて見たら、うん、娘が画面の向こうでお母さん来てるよって言って、うんうん、でまあ内側カメラなんで正直画素数自体はあんまり良くないから、うん、まあ確かに娘ってわかるけどちょっとカクカクというか、まあまあ画像は荒いけど娘が楽しそうにやってるのを見て、うん、ああいいなと思って見てたらしいです、うん、で娘さんがイエーイってやってて後ろに海がバーって見えてて、うんうん、でなんか後ろから3人ぐらい女の子がなんか一緒にこうやって顔を出してですね、娘さんの後ろでイエーイってやってて、でじゃあ一緒に来てる友達たち映すねって言ってポンって娘さんが押したら、あれって最初内側カメラでやってても画面切り替えで外側カメラにできるんですよね。ああ、はい、できますね。だからじゃあ映すねって言って外側カメラに切り替えたら、はい、3人がおばさん遊びに来てますみたいな手振ってる動画になったらしいんですよ。で、ああ本当だって思ったんですけど、いやいや、じゃあ内側カメラの時に後ろから顔を出してた人たちは誰なんだって話になりまして、そっか、そうなんですよ、そうかっていうのが一回、まあその時はその人も別にホラー通でも何でもないんであれぐらいで思ってたんですけど、それがあってからの最近、その娘にデジカメを当ててもいつも顔認証が何個か出るんだよって、もしかしたらその海に行ってから娘さん、高校生の娘さん何人か連れて帰ってきてるんじゃないかなっていう、そういう相談を受けたというお話でございます。現象は怖いなんで内容はおもろい。いやでもめっちゃ怖い、いや現象自体はめっちゃ怖いことです。